ございます。イエーイ。ただいま化粧水と乳液をしております。して今からメイクをします。ちょっと40分からって言ってたんだけど早めに前座を始めました。なんか濡れタオルで5分間顔を保湿してたので、先にもう今日はコロコロをやってただいま化粧水タイム。今は9時40分ぐらい、早めの配信です。これから学校頑張って。これから学校？遅いね。なんか学校って大学生？ 9 時とかにはもう授業始まってるイメージ。朝の8時にはホームルーム始まってなかったっけ？朝の8時って今思うとめっちゃ早くない？毎日友達が7時半とかにピンポン来てくれて、幼なじみが、幼なじみ3人といつも学校行ってました。気が起こっちゃった。よし。もう化粧水と乳液が終わったので、ちょっと部屋に行きます。超天井配信。移動中。まだ化粧水と乳液でお顔がテカテカ。ちょっとメイク道具系持ってきますね。リオンが来た。
メイクポーチを持ってきました。今日は11時40分ぐらいまでメイク配信をします。よし、もう朝ごはんを食べて、朝やることはあと準備だけ。準備？お顔を作ります。メイクしたら、みんなはもう仕事？ピヨンが来た。何？何？リュウ君。ちょっと待って。ただいまコンタクトを入れております。何？抱っこ？やだ、今からお姉ちゃんメイクする、メイクするから無理。さっきさんざん抱っこした。よし、お待たせしました。メイクするぞ。よいしょ、おはようございます。これ横になるかな、携帯横になるかならない。あー、ちょっと待って、ティッシュ持ってくるの忘れた。
抱っこ、おいで、せーの、はい。じゃあリオンくん、おばあちゃんはメイクをしまする。携帯横になるかな、なんない。おはようございます。皆さん起きてますでしょうか。ちょっと化粧水乳液をして、ただいまお顔がテカテカです。リオンが、リオンくん、ここにいます。本日もメイク配信をしていきたいと思います。本当にこのソファー買ってよかった。外は少し肌寒いよって、あら、何着よう。りーくん、今日はお仕事があるので外に出ます。まあ、昨日もレッスンだったし、半袖着たら終わる感じ。もう秋だね、もう秋か。かわいい。日中は暑くなるんだ。なんか難しくない？秋のさ、季節、秋の気温って難しくて本当嫌になっちゃう。あ、マヌビーかわいい、ありがとう。昨日はお腹ペコペコで寝たので、今日は朝からいくら丼を食べました。もう食べた。いくら丼と卵焼きとお味噌汁とこんにゃくとさつま揚げの煮物と、あとブロッコリーのごま和えみたいなやつ。朝ごはんメール届いたかな。パパが筋子からほぐして、筋子からほぐしてあれしてくれました。いくら作ってくれた。あ、来た。ごめん、ちょっと口の周りかゆくて。リオンくん伸びたね。オッケーオッケー。ちょっとメイク配信って書いとこう。ここからまた私は返信するので。美味しかった、いくら大好き。で、なぜ私がメイクをまだ始めないかというと、ちょっとまだ化粧水と乳液がまだ顔に、浸透しきってなくて乾かし中です。いくら値上がりしてるの今。筋子も同じか。いや、私筋子とイクラって違うのかと思ってた。もう魚が、そもそもマグロとサーモンレベルに種類が違うのかと思ってました。味付けとかじゃなくて、なんか筋子もらったよって言われて、筋子かって、私あんま筋子食べれなくて、筋子かってなったらパパがこれでいくら作るかって言ってて、え、筋子といくらって一緒なんってなりました。もう全くの別物だと思ってた。ねえリオン、あ、72日連続配信中、イエーイ。
72日連続配信中です。ただいま メイク始めずにもう15分経っちゃった。でも今日はコロコロタイムがもう済んでるので、コロコロした後に化粧水と乳液の前にタオルを濡らして、濡れタオルにして電子レンジで温めて、ほかほかのあったかい濡れタオルを顔に5分間ぐらい置くのがメイクのりしやすくなっていいって川口春奈さんの YouTube でやってたからなんか顔がむくんでるなって日とか乗らないなっていう時はやってます。今日はそれをやったからもうコロコロを済ませました。配信前に5分間さ、私がさタオル顔に置いてさ、じゃあ5分間待っててみたいな感じになっちゃうから配信中もうそれは済ませた。枝豆と大豆が同じみたいなものですね。枝豆と大豆は違うでしょ。え、枝豆と大豆って同じなの？え、嘘だ、枝豆と大豆って色違うじゃん。大豆と豆乳が一緒は分かるけど、枝豆と大豆はまた別物でしょ。枝豆とそら豆が一緒って言ってるぐらい違うくない？なんだなんだてかすっぴんの時間長い。そろそろいいんじゃん。ではちょっと化粧水と乳液がベタベタだとファンデーションのノリがあんま良くないので、ちょっとだけ拭き取ります。え、枝豆が熟成すると大豆になるの？え、マジ？なんで色変わってんの？え、あ、いちごみたいな感じ？白い、青い、もともと青いいちごとかトマトが緑か、緑のいちごとかトマトが熟成すると赤になるみたいな感じ？なんで枝豆は美味しいのに大豆は美味しくないの？最低。かっこ中、個人的な意見です。私枝豆大好きで、枝豆は見て化粧水と乳液で枝豆は好きなんだけど大豆は苦手。なんで？大豆って苦手。なんでだろうね。なんでなんで？でもなんか大豆の方が体には良さそうな感じするよね。枝豆の豆腐、あ、そういうこと？では化粧水と乳液が終わって、もういつものやつですね。化粧下地。あ、大豆納豆か。え、じゃあ枝豆で納豆作れんじゃない？枝豆美味しいよね。でも意外にカロリーあるの知ってた。枝豆8個8個で24キロカロリー。
私枝豆は好き。枝豆の納豆があったら絶対好きなんだけど、大豆じゃないとあのネバネバは出ないのかな。意外にあるよね。ゼロキロカロリーとかかと思って食べてたよ今まで。でもなんか脂質とかあんまなさそうじゃない？豆だから。私豆ってあんま好きじゃなくて、だからなんか給食でさよく出たさお豆のスープわかる？なんか枝豆、小豆？何なんだろう、あのめっちゃ大きい茶色い豆、すごい大きい茶色い豆とかさ、ひよこ豆とか、まあ大豆とかが入ってるさ、なんか赤いトマトスープみたいなやつに豆がいっぱい入ってるスープ、あれ大嫌いだった。中個人的な意見です。大豆でもやしも作れるよ、すごいな。なんかもやしってダイエットしてる時しか食べん。え、ポトフは好き、めっちゃ。あー、オグラアイス食べれない。おばあちゃんが大好きだけど、あ、ちあんこそんな好きじゃないんですよね。あんこだけって食べないです。うわ、最悪、ついた髪に。なんか粒あんとか、お豆が苦手だから粒あんが食べれない。あんこならこしあんだけど、なんかあんバタートーストとかクリームチーズあんことかは好きなんですよ。ただあんこだけ、どら焼きとかたい焼きとかはそんな好きじゃない。でもこの間なんかどら焼きにあんこと生クリームたっぷりと牛皮といちごが入ってるどら焼きを食べたんですけど、それはすっごく美味しかった。やっぱ生クリームとあんこの相性は最高ですよね。生クリームって何でも美味しくない？何でも合う。最近パスタとかにも、あ、まあそれはクリームパスタでもともと入ってるけど、クリームパスタとか完成したパスタの上に生クリーム乗ってるやつわかる？私が前 AKB メールとかに送った明太クリームパスタの上に生クリームがジューって絞られてるやつ、ね、美味しかった。でも甘くないんです、砂糖が入ってない生クリーム、食用って感じ。え、ママ？さっき言ってたのってさ、日曜日だよね？日曜日だよね？明日じゃないよね？明日じゃないよね？どら焼きに生クリームは最高だよね。最高。てかもう生クリームが入ったら何でも最高じゃない？私大福もそんな好きじゃないの。豆大福とかでも生クリームが入った大福は大好き。なんか下地すると本当にトーンアップする。え、カルボナーラ大好き。カルボナーラはでもママが作ってくれるカルボナーラが一番好き。なんかどんなにいろんなお店でカルボナーラ食べてもこれじゃない感
中、個人的な意見です。だから早くひななにママのカルボナーラを食べてほしい。ちょうど来てた、ひななに早く食べさせてあげてって。スイーツは絶対生クリームありがいい。それね、ほんとそれね。あ、個人の感想ですか。個人の感想です。シフォンケーキとかさ、絶対生クリームついてる方が美味しくない？だから生クリームなかったらなんか別物よね。ドーナツも生クリーム入ってるやつが好き。エンゼルクリームとか。この世の食材で何が一番好きって聞かれたら、私は生クリーム。なんかパスタとかも大好きだけど、クリームパスタは大好きなの。でもクリームパスタ好きだけど、トマトのパスタとかあんま好きじゃなくて、うん、ミートパスタ、ミートソースとかもそんな好きじゃない。クリーム前提。あとなんか最近ロゼにハマってます。ロゼってクリームなんだけど、ロゼトッポギとかロゼクリームパスタ、ロゼコチュジャン、ロゼコチュジャンパスタみたいな、知ってる？なんか新大久保で前食べたんだけど、コチュジャンと生クリームとっていうのをパスタとか、トッポギの上に生クリーム乗ってるやつとか、ファンデーションロゼ、もうめっちゃ美味しくて、ママがこの間トッポギ作ってくれた時にロゼも作ってくれたんですよ。もうそれが本当に美味しくて、ご飯の上にかけて食べた。あまりの美味しさに、サムギョプサルもロゼつけて食べたし、トッポギもロゼつけて食べたし、もはやご飯にも乗せて食べた。全部ロゼ味。甘くなります。あ、クワちゃんかわいい、いっぱいありがとう。ヤイヤイもかわいい、ありがとう。ボンゴレとかは好きなの？ボンゴレって何でしたっけ？なんか聞いたことあるぞ。ネリオン？ボンゴレってなんだっけ？ネリオン？リオン？可愛くてちょっかい出しちゃう。ネリオン？ボンゴレって何？ボンゴレって何だっけ？しびれた。アサリ？あ、トムさんがよく食べてるやつ。トムさんがよく食べてるかも。あのセブンイレブンのさ、アサリのニンニクパスタチックのやつが、あれがボンゴレ？いつもなんかいい匂いをレッスン場とかであれするのよ、トムさんが。あー、あれか、食べたことある。なんかちょっとペペロンチーノっぽい感じのやつじゃない？トムさんボンゴレ食べてるの？
え、なんか見かけるたびにボンゴレかブリトを食べてんだけど、セブンイレブンの、あとプリングルスのサワークリームオニオンの大きいやつ。それってレッスン場で食べてるってこと？うん、レッスン場の楽屋？楽屋があるのでテーブルとか普通にある、そこで食べてるよ。レッスン場ではないね、楽屋です。ファンデーションを塗り塗り塗り、5月の単独からコミちゃんの虜になりました。えー、嬉しい、ありがとう。全部が可愛すぎるですって、嬉しい、ありがとう。あ、昨日しっかり半身浴したから体そんな痛くない。ネモハモルーマーのレッスンの次の日、いつもめっちゃ体痛くなって立てなくなるんだけど、痛くないです、全然。今日はお仕事です、これから。だからメイクをしてる。お仕事じゃない日はもうメイクしないですね、いつも。めっちゃ今ミスドがすごい食べたいんですよね。ミスタードーナツでもさ、秋じゃないですか今ミスド。秋のさつまいもとかじゃない？だからそれが終わったら、なんだろう、ハロウィンと、ハロウィン終わるまでさメニュー変わらないかな。私あの去年似たようなさつまいもドーナツ食べたから今年は食べてないんですよね。チョコレートの新作出たみたいです。え、嘘、いつ、マジ、え、でも発売日まだ、結構なんか発売前にお知らせしてくれるよね。ちょっと唇に色がなすぎるので先に唇を塗るね。チョコレートドリンクバラエティが8日から、8日？ 8日？え、過ぎてない？
もう発売中？え、ミスドだよ。ドリンク？でもドーナツではない感じ。脂肪の吸収を抑えるお茶。でも冬ってチョコですよね、ミスド。冬からバレンタインとかチョコ多くて嬉しい。ちょっと唇の色なすぎて先に口塗るね。スタバにもハロウィンドーナツあるみたいよって。あー、ファンの方が教えてくれた紫のやつだよね。意外。あー、三角チョコパイも食べたい。もうデブじゃん、やばい。やばいやばい、食べたいのいっぱいある。どうする、みんな。あ、マイティかわいい。コミチューンクッキーもありがとう。スタバのさつまいもドリンク、大学芋ドリンク、結局飲めなかったわ。なんかママが LINE クーポン、 LINE ギフト、誕生日の時にスタバの飲み物とスイーツ、デザートのやつくれたんだけど、まだ使えてない。だから冬のスタバの新作を待ってる。じゃあ、あんまりお芋系そんななんですよね。察した？ミスドの冬の新作いつかなとか言ってる時点で。なんか女の子って結構さ、お芋系すごい好きじゃん。私そんなお芋系、なんかそんなテンション上がんない。かわいい。だからちょっと冬を楽しみに待ってます。え、じゃあさ、一番みんながテンション上がるシーズンのあれは何？秋のメニューとか春のメニューとか冬のメニューとか夏のメニュー、なんかシーズンごとによって出る味って違うじゃない？私は意外だと思う。意外でもないかな。いちごって季節なんだろう、5月とか1月から5月か。いちごの季節がめっちゃ嬉しいって。いちご人気だな。かわいいね。いちご楽しみって言ってみたい。いちご好きな女の子って可愛い。冬のメニュー期間限定とかは必ず買う。秋、夏のトマトとこの季節のシャインマスカット、いちごの季節。じゃあ、はい、誰も言わない私の一番好きな食べ物の季節、誰からも出ない。いちご、みんな人気。私が一番好きな季節は、季節の食べ物は春です。
春の桜。大きい声出しちゃった。春の桜味のメニューとかが一番もうテンション上がる。だから春の季節になるとママと桜のスイーツ巡りとかします。あ、見せる？ねえ見て、じゃーん、桜今秋なのにママが買ってきてくれました。桜クリームメロンパン。なんかコラボって書いてある。ドラマ？この初恋はフィクションです。なんかドラマとコラボ商品なの？ TBS のドラマとコラボしてる。で、なんか今桜味たまないじゃん。ない。あ、しかもこれ清水屋ってあれじゃない？あ、そう、清水屋有名なクリームパンなんですね。私はこれのずんだ茶屋監修のずんだクリーム食べたの。あ、めっちゃ美味しかった。クリームパン有名だよね。ここの清水屋美味しいよね。でもメロンパンだって。桜の入り、え、めっちゃ美味しそう。これ冷蔵だった？して冷蔵。コンビニ行っちゃった。コンビニです多分。ずんだ茶屋限定のクリームパンは私はそこで食べました。あの目黒駅のホーム、目黒駅の駅のホームにあるファミリーなんとかみたいな、ファミリーなんとかじゃない、ファミマ、ファミマじゃない、なんていうんだっけ、あの駅の中にある、あ、ニューデイズ、ニューデイズで買った。リオンくんおとなしいね。一番好きリオンくんって言ったからリオンが振り向いた。え？もう50分も私喋ってる？50分も肌やってんの？ゆっくりやりすぎた。一番好きな食べ物は、悩む。一番好きな食べ物悩む。はい、じゃあ何々編で言ってっていい？じゃあはいはい、ハンバーガー編とかクリーム、あ、クリームパスタ編はごめん、細かすぎた。お米系、パン系、麺系で話してくね。もう決められない、好きな食べ物ありすぎて。じゃあまずご飯系、ご飯系、お米系で一番好きな食べ物は、え、なんだろう、こんななんかまずとか言ったのに、私あんまお米そんな食べないんよね普段。お米にそんなテンション上がんないから、お米系でみんな何が好き？お寿司かな、お米系だったら。あー、ドリアもいいね。ドリアもいいやん。でもお寿司、そう、お米系。おかゆ好きなの？めっちゃ健康的だね。なんか好きな食べ物がさ、健康的なものっていいよね。私全然健康的なもの好きじゃないからさ、不健康そうな味が一番好きなんよ。お菓子とか、
お米系だったらお米部門はお寿司です。お寿司で、お寿司の中で一番好きなのは炙り縁側。犬よ、チワワ。炙り縁側が一番好き。だからお米系のご飯で一番好きな食べ物は炙り縁側のお寿司です。エビじゃない、お寿司のエビも好きだけど、お寿司屋さんでエビはそんな上位に来ない。炙り縁側とトロサーモンとただの縁側、お寿司縁側が一番好きだわ。じゃあ続いてパン部門。一番好きなパンは、なんだろう、一番好きなパンって悩むね。今度縁側食べてみるよ。食べてみて、めっちゃ美味しいから。でも油とか好きじゃない人はあんま好きじゃないかも。結構なんか油がじゅわって系。一番好きなパン悩むな。はい、もう今はすっかり忘れてたけど正解出してくれた。私の一番好きな食べ物のパンの正解をファンの方が教えてくれるっていうまあ確かにハンバーガーもパンだね。一番好きなパン悩んだけどあれでしたわ、マリトッツォ。マリトッツォが一番好き。最近コンビニとかにも売り出して嬉しい。マリトッツォが気軽に食べれる時代が来た。ナイススティックって何？で、私がマリトッツォの中でも特に好きなのがパンの田島の揚げパンマリトッツォ。パンの田島のマリトッツォが揚げパンで作られてて、峯岸さんが卒業公演の時に差し入れしてくださって食べたんだけど、もう美味しすぎてすごかった。生クリームと揚げパンというなんという罪な味で、なんかチョコと白があって、私はチョコの方が好きでした。なんか白は生クリームというよりもなんかちょっとバタークリーム感、ちょっとバタークリーム感でした。チョコ味のパンの田島のあのなんだっけ、マリトッツォが本当に美味しかったからまた買いに行きたくて、パンの田島って検索したんだけど、なかなかそこお店がある周辺に行く機会がなくて、ね、最悪メイク道具を落とした。おいおい、どこ行った？違うものまで落っことした。
えた。あ、でもね、あれも好き。サンマルクカフェのあのチョコクロ。サンマルクカフェのチョコクロはもう小さい時から大好き。見かけるたびに買ってたな。めっちゃ美味しくない？あとアンティークっていう可愛いパン屋さんの天使のチョコリングっていう、こんなに大きいなんかドーナツ型のデニッシュパンにくるみとチョコレートがいっぱい入ってて、え？そこが美味しい。待って、12月の舞台浅草花劇場だから浅草ロックスにあるパンの田島で買えないかなって。え、待って、舞台の12月4日に私舞台出させていただくんですけど、そこの舞台の近くにパンの田島あるの？え、浅草にあったっけ？なんか吉祥寺とかそっち系しかないイメージで遠って思ってたんだけど、浅草も近くはないけど。私新宿あんま行かないんですよね。嬉しい嬉しい嬉しい。12月4日絶対行く。パンの田島、みんな私より先にパンの田島でマリトッツォ売り切れにしないでね。買い占めないでね、コミが買うから。いや、ちょっと眉毛凛々しくしちゃったんだけど、なんか元の眉毛よりも必要以上に眉毛描いちゃう最近、癖だわ。徒歩で6分、意外に遠いな。なぎちゃんにパンの田島めっちゃ美味しいんだよって言って、一緒にマネージャーさんと寄ってもらおうかな。浅草、川口、吉祥寺、西大木坪、西大坪、阿佐ヶ谷、自由が丘。あ、アンティークのチョコリングうまいって。嬉しい、共感の嵐。え、いいな、すぐ近くにパンの田島あるって。めっちゃ都会に住んでるね。あ、アンティーク好きです。ポイントカード貯まりますよねって。ポイントカード、そん、なんか天使の、あ違う、アンティークの近くにあんま行かなくて、銀座のアンティークとか見つけた時びっくりしたな。ここにあるんだって。なんかさ、舞浜のイクスペアリでなんか露天店みたいな感じで出てたりしたのよ。お店ではなく、なんか広場の真ん中とかにアンティーク期間限定発売中みたいな感じで出てて、そういう時にめっちゃ買ってた。しかも安いんですよね、大きいし美味しいのに。天使のチョコリングって500円ぐらいじゃなかった？こんな、え、てかなんかピンクいんだけど、え、白のアイシャドウつけたらピンクついた。しかも同じ筆使ったのになんでこっちだけピンクついた？え、どういう
どういうこと？ねえ、500円だよね。そうそう、めっちゃ安いのよ。だってこんな大きいよ。一人じゃ絶対食べきらない。こんぐらいでくるみとチョコがゴロゴロ入って、あとあれも好き、天使のチョコリングの、そのアンティークだけど売ってる、なんだっけ、王様のわがままあん食パンみたいなやつ。なんかさ、名前が可愛いよね、メニューの。世にも最も美味しいチョコブラウニーみたいな。ちょっとアイメイクに行きたいと思います。え、なんか食べ放題やってるらしいよ、アンティーク。ね、好きな食べ物の部門、ご飯とパンしか言ってないのにこんなに話を広げちゃって。一番好きな食べ物はからこんなに話を広げると思わなかったよね。じゃあ一番好きな麺はウニクリームパスタ。私ウニのクリームパスタが一番好きなんだよね。明太クリームパスタも大好きだけど、ウニクリームパスタが好き。あー、でもエビ味噌ラーメンも好き。あ、お腹空いちゃってきちゃったんだけど、いくら丼食べた。でもね、ニョッキも美味しいの。ニョッキ、クリームニョッキが大好き。とママの作ってくれるカルボナーラも好き。ニョッキがあったら絶対ニョッキ頼むし、ウニクリームパスタとかウニカルボナーラがあったら絶対ウニを頼む。汚いよ。よっしゃ。そういうことしないよ、りっくん。ピンポン来た。今日二重幅広い。リオンのお客さんじゃないから。あー、うるさい。ピンポンが鳴ったらいつもこうなって。でもさ、ピンポンしてる時にさ、外出ちゃったりとかさ、ピンポン来てくれた人にワンも行っちゃうからさ、あんま行かせたくないんだよね。うるさ。もうちょっと出してくるわ。出ないでね、外には。
ピンポンしてくれたお客さんに会いたいのよ。そう、合わせろって言ってる。ね、私の洋服？私の洋服？全然届かない声が。ママ？私の洋服？発送、ね、手配が整いましたって言われたから全然来ないんだけど。私の洋服。いつ来るん？半袖なんだけど、ちなみにもう半袖の季節じゃなくなっちゃう。今日かと楽しみに待っている私の洋服ちゃん。今かと心待ちにしています。あ、7月に頼んだナノユニバースのコミのタグ付き T シャツもやっと届きます。今日？嘘、もう T シャツの時期じゃないよねとか言って、コミも頼んでるけど届かない。コミも届くかな。ママとパパが本気で欲しがってて頼んだの、注文した。見て、マスカラやるだけでこんなに目が開きます。違いがすごい。マスカラってすごいな。マスカラじゃない、ごめん、間違えた、ビューラーだ。ビューラーの威力、ビューラーの威力がすごいっす。で、超話戻る。一番好きなアイスが、一番好きなアイスが、一番好きなアイスが
クリスピーじゃなくて、ミントミントチョコレートチョコレートっていうアイスなんだけど、名前が、お店の名前を忘れた。この世から少なくなってしまった。なんだっけ。あ、まーちゃんかわいい、黒きれいだよ、ありがとう。あー、コールドストーン、そうコールドストーン、よくわかったね。コールドストーンのミントミントチョコレートチョコレートが一番好き、アイスでは。スイーツでは、スイーツでは、あの、なんだっけ、名前めっちゃ忘れちゃう、さっきから。チーズケーキなんだけど、どこのチーズケーキっていうのがあって、どこのチーズケーキだっけねえママ、私が一番好きなさ、チーズケーキ、どこのチーズ？あ、ハウスオブフレーバーズ。ハウスオブフレーバーズとかのチーズケーキが一番好き。スイーツ編で優勝だな。そう、鎌倉のやつ、お取り寄せだけど、コミは鎌倉には今なかなか食べに行けないから、今日も京都で釣り目メイク。髪の毛もさもさ、あとはビューラーをして、完了。ビューラー、下地、マスカラ、まつげをして、朝ごはん早くに食べたからお腹空いてきちゃった。でもね、あ、じゃあお肉料理行こう。お肉料理、お肉料理で一番好きなのはすき焼き。すき焼きが一番好き。でもお肉料理でもいっぱいあるよね。唐揚げ、ステーキ、焼肉、焼き鳥、とんかつなどなど。初めてこんなポワポワしたルーム入った。嘘、メイクをしております。私生活をそのまま垂れ流しているかのような配信。しゃぶしゃぶね。
わかる。私お魚よりもお肉派。すき焼きが一番好き。すき焼きの締めにうどん入れる？入れる入れる、絶対入れる。それが美味しいよ、もはや。逆になんかすき焼き中に白米そんな食べない。焼肉も白米一緒に食べない。肉だけで食べます。野菜巻かないの？え？すき焼きの野菜って巻くの？サムギョプサルじゃなくて？野菜巻くってどういうこと？すき焼きはお肉と玉ねぎと、でも最近は春菊も好き。でもうすぐすき焼き食べるんだ。今日じゃないけど、すき焼きだから食べに来るっておばあちゃんが。今日じゃないけど、だからそれを楽しみに今生きてる。でも夜なのよ、小宮山家は夜ご飯を食べないんだけど、おばあちゃんはちは食べるわけだから、すき焼きってなったら絶対小宮山家だったら昼なんだけど、夜だから朝昼を抑えないと。いけない。でもすき焼きは食べたいから食べる。久しぶりに夜ご飯食べるわ。朝昼食いすぎたら夜やばそうって。朝昼てか夜食べないから朝昼食べるのよ、いっぱい。お腹空いて目が覚めるの。
でも夜食べるってなったら朝昼はブロッコリー食べてよ。なんか最近ブロッコリー食べるようにしてて、健康にいいって、カロリーも低いし。なんかママがアニメ見てる。ブロッコリー好き。コンビも野菜の中で一番好きなのはでもトウモロコシ、トウモロコシとコーンと煮詰まった玉ねぎが好き。生の玉ねぎは辛くて食べれないんですよ。煮詰まったトロトロの玉ねぎが好き。オニオンリングも大好きだ。オニオンリングも大好き。あ、でも最近なんか前までナス食べれなかったんだけど、最近ナスも好きです。なんか最近お腹を空かせることを心がけてるんですよ。なんか前まで本当にもう空腹を感じないぐらいお菓子とかアイスとかケーキを常に食べてて、もうエンドレス何か口に入れてたの。15時16時まで。だから今はお腹を空かせるのを心がけてるから、大っ嫌いな人参がめっちゃ美味しかったよ。うん、姫の女子力戻ってきました。
自主力ない時とある時の差が今あります。今あるんだけど誘惑も多いんですよ。ママが美味しそうなパン買ってきてくれたりとか、パパがイクラを作ってくれたりとか、おばあちゃん家ですき焼きパーティーが開催されるとか、誘惑が多くて困っちゃう。から誘惑以外はブロッコリー食べてる。ブロッコリー、塩ゆでキャベツ、トマト、野菜スムージー。あ、足しびれた。でもお菓子食べてないです、ここ3日4日ぐらい。最後にお菓子食べたのいつだろう。わかる。マジでそれ気をつけてる時に限って周りからの誘惑ってたくさんある。本当にそれ。でも2日連続食べすぎなければ人間って太んないんですって。めっちゃたくさんバイキングとか行って食べても次の日もたくさんカロリーオーバーしちゃうと、オーバーしたカロリーがお肉になっちゃうけど、脂肪になるけど、次の日抑えたらそれは脂肪にならないらしくて、そうだからなんか我慢したら終わった瞬間爆発するタイプだから、我慢はせずに抑えられる時に抑えようと思って。そうだよ。2日連続カロリーオーバーしちゃうのがダメな。それさえしなければ太らない。バイキング行っても大丈夫。でも昨日ねマハモルーマーのレッスンしたから全然食べてないのに 0.1 も太りました。ねマハモのレッスンってほんと太る。筋肉ついた？食事の感覚空きすぎると太りやすくなる説もありますよ。あ、それは食事の間隔開けてるのに食べてるものがカロリー高いとですよ。だから朝一にもう本当に私もう意識高い時と意識低い時の差がマジで激しいの。意識低い時は朝起きた瞬間アイスとか、朝起きた瞬間お菓子みたいな、チョコレート、ケーキ食べた後にご飯とかの本当に最低人間なんだけど、意識高い時はもうまず起きて
あ、左右は必ず飲んでるけど毎日朝に。左右今意識高い習慣だから、左右野菜スムージー、ブロッコリー塩ゆでキャベツトマトからの何か、いきなり糖分を、なんかその空いてる時間が長ければ長いほど次に取った食べ物のカロリーを消費しちゃうんですよ、体が摂取しちゃう。だから間隔空けてたらそのカロリー高いものを食べる前にカロリー低いものを食べておくと緩やかになる。でもなんかサラダを一番最初に食べる方がいいって言うじゃないですか、まあ、空腹だし血糖値がこういきなりガーンっていかないし。でも本当に太り、それって吸収しやすくとかその食べ過ぎ防止なだけで、本当にその太りたくないからサラダを先に食べるっていうのは20分開けないと意味ないらしいですよ。サラダとか野菜とかを食べた20分開けた後にカロリー高い食べ物を食べないと、そのカロリー摂取を抑えるためっていう役割ではないらしい。食べ過ぎ防止なだけ。あと血糖値いきなり上がりづらくなるだけ。あとこういうお茶もね一番あのこういうお茶も食べてる時に一緒に飲むのがいいらしい。そう、だから血糖値とか体の健康のためにサラダを一番先に食べるのはめっちゃいいことで、逆にダイエットのためだったらサラダ一番最初に食べて20分とかちょっと時間空けて食べたらより糖の吸収を抑える。だってまあこれお医者さんから聞いたわけじゃなくて美容アカウントに書いてあったから本当かわかんないけどね。こみちゃん1日3食いや1、2食。出たよ私の意識高い習慣とそうじゃない時の差。わかりやすいほどに意識高い習慣が戻ってまいりました。でもそのもう意識高い習慣をしないといけない理由があったんですよ、グラビアとかではなく。だからそのなんで意識高い習慣が戻ってきたのかを早くみんなに言いたい。コミは今ちょうどいいなと思って、うん、おかえり意識高い系習慣。お菓子も我慢。お菓子はその今食べなくても賞味期限まだあるじゃないですか。ケーキとかは賞味期限あるから我慢せず食べるけど、お菓子は食べ物カロリーを余分に摂取してない日に持ち越してる。だから食べないではない、カロリーそんな取ってない日に食べようって感じ。
メイクがもうすぐ終わる。ちょっと鼻筋書きます。私の一番大切な、髪の毛やらないと。こんにちは。メイクがもうすぐ終わりそうです。ゆっくりメイクしすぎた。ハイライトを入れていきます。私鼻を高く見せるプロだと思う。変幻自在の鼻。ぼかしていきます。髪の毛やんないと。できました。メイク、イエーイ、イエーイ、メイクできました。今から髪の毛をやってきます。ちょっと髪の毛のセットしてきますね。あのなんだっけ、アイロンだ。アイロンのセットをちょっとしてもうすぐ移動します。お、あ、しびれたかと思った。
してきました。ではちょっと移動します。移動中、ただいま、うわっ、いっす、ドアが、チュ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 、ドアが開かない、開いた、おいしょ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 、おいしょ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 、おいしょ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 、おいしょ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 、よいしょ、じゃいけなさそうなのをどかしました。よいしょ、テレビの音ですね。髪の毛やっていくぞ。本日の髪の毛はストレート。マイティとパーチヘアのゆうくんが、かわいい、ありがとう。今日はここまで寝癖がそんなないからストレートしやすい。私本当になんか癖っ毛&寝癖すごい人だから、ストレートできる日にしとく。そう、手を洗います。なんか最近すごい早起きしちゃうんですよね。早起きするとさ、お腹空く時間が長いから嫌なの。できるだけ早く起きたくない。よし、
三脚が曲がっちゃう。ん？ストレートをしていきます。そう、わかる。ストレートって一番大変。作業が細かいよね。今気づいたけど AKB の子やん。そうです、 AKB のチーム K、小宮春こと小宮山遥です。あ、なんで三脚がさっきから斜めっちゃうのか分かった。充電器のコードが引っ張られて充電器と一緒にこうなってたんだ。解決した。こみちゃん、しかしいつでも綺麗。え、ありがとう。ちょーい。全然違う、見て、すごくない？この私の寝癖との差。こみはる、最近土曜日のコナンくん見てる？見れてる時は見てるけど、でも Unet で見ちゃってるな。だから全然最新話ではないや。過去のコナンくんを延々見てる。でもなんかめっちゃ見尽くしてきちゃって、最近見てない話を探す方が難しいんですよね。アニメ。あ、ハリーの道楽さん、ありがとう。かわいい、いっぱいくれた。
今日は珍しくストレートです。最初平次と和葉ちゃんが出る回をサムネから探してみてたんだけど、今は結構いろんなの見てる。でも私コナン君の殺人が行われない話が一番好きなんですよね。共感してくれる人いるかな。殺人事件じゃない方が面白い。なんか結構ほのぼのした、なんか最近見た面白かったのは、京都に蘭姉ちゃんたちがお菓子のチョコレート味を買いに来たんだけど、チョコレート味が売ってなくて、なんかチョコレート味が全ての店舗から消えたみたいな。でどうしてかっていうのを、チョコレート味はどこに行ったのかって探す話それが一番面白かった、最近見たコナン君の中で。ほのぼのした話とかのが好き。殺人が起きる前と殺人事件が解決した後のコナン君を見てる。私は推理シーンそんなになんかハマらない。平和な回好き。わかる。あれとかすごい好きだった。新一と蘭姉ちゃんの修学旅行の話。マイティ似合う、ありがとう。いや、八つ橋じゃなかった。なんか何なんだろう、あれモナカみたいな。なんか先代はずっと小豆で売ってて、次の社長から抹茶味を売り出してみたいな。で新作がチョコレート味みたいなやつ。なんだろうあれ、どら焼きでもないしもなかでもないしみたいな絵だった。結構大きいやつ。すごい、この差。こっちもやっていきます。おっつーい、怖い怖い。ミット入れてる？やった。
マイティが可愛いくれた、ありがとう。高橋館長もいっぱい可愛い、ありがとう。プロも尊い、ありがとう。あぶね、工藤ちゃんも可愛い、ありがとう。初見です、はじめまして。ただいまアイロンで髪の毛をストレートにしている最中です。なんか二重に前髪が入り込んでた。あ、TikTok フォローしてますって。嬉しい、ありがとう。TikTok、そうそう、見てね。あ、なんか皆さんに TikTok でちょっと嬉しいのがあるっぽいですよ。お楽しみに。熱い。ちゃんおはよう、おはよう。今何時か分かったりしますか？すごいストレートになった。なんか今日めっちゃストレート。あ、11時35分、ありがとう。今日髪の毛いい感じ。ストレートになりましたね。
ない、今首やけどするとこだった。コミちゃん TikTok 怖い、やばいな釣り人、かわいいじゃなくて怖いになっちゃって、怖いになっちゃってるよ。惜しい、かきくけこが、惜しいっす。めっちゃ綺麗なストレート、大満足。ちょっと前髪をやっていいですか。前髪をちょっと本気でやってきます。すぐそこだけど、鏡に近いところじゃないと見えないのよね。ちょっと一瞬こっち向けてていい。でも今日最初から結構前髪調子いい。わあ、前髪の調子絶好調。よし、パンパン、できました。ちょっと携帯に肘が当たりそうだったから携帯をちょっとずらしたんだけど、髪の毛完成、ちょっとお部屋に戻ります。あ、まーちゃん綺麗だよ、ありがとう。今日は風強いかな。ちょっとお部屋に戻ります。うん。移動中、移動中。今日日差し強い。
やだな。充電器が絡まってて、リオンが寝てた私のパーカが必要かな。よいしょ、イエイ。ちょっとめっちゃ下だった。私のバッグが普通ママがくれたママプラだ。櫛必要、お財布必要、領収書出しとこう。リップリップは絶対必要品よね。必要不可欠。ではそろそろランキングを読みます。あっという間。配信見てくださりありがとうございました。あと充電器と携帯用充電器を持って、携帯持ってくらいかな必要なの。すごい綺麗なストレートができた。ではランキング見ます。13位アルゴンさん、12位セレシャン、11位アルトくん、10位メグちゃん、9位パーチンヘアのユウくん、8位マイティ、7位ピングさん、6位まーちゃん、5日クロ、4位クワちゃん、3位ハリーのみちらくさん、道楽さん2位バサシ、1位高橋館長です。ありがとう。あとお茶も持ってかないと。お茶、財布、メイク直しのもの、携帯用充電器系、マスクぐらいかな。じゃあ今日の占い本だけ読んでバイバイしよう。今日は10月
10月の15か。おお、いい、いい運勢だ。20丸、幸運の日。仕事ではこれまでの経験をうまく活かせます。今日は気になる人に連絡してみると嬉しい返事が聞けそう。好意を伝えるといい日でもあるので恥ずかしがらず遠回しになってでも伝えてみましょう。高見菜さんに LINE してみようかな。そういうなんか気になる人にとか誰々を何か誘ってみるといいことが起こりそうみたいな、誘ってみたいと思う人がそんなにいないこの悲しい人生。では皆様ありがとうございました。配信見てくださり、私はお仕事に行く準備を、まだパジャマだからね、着替えてお仕事に行く準備をします。ではまたね皆さん、皆さんもお仕事頑張ってください。バイバーイ。きっと帰ってきて夕方ぐらいにまた配信します。バイバーイ。